ほら、いいじゃん。コンペ参加ですけど、コンペっていうのはですね、さっきもあの後ろの方が話しかけてくれたじゃないですか、うん、こういうふうにいろんな方と本当に会ったことない方とも交流ができて、なんかみんなのショットでナイスショーとか言ったりするんですが、今日、今前半いくつでしたっけ？あ、そう、これね、今年ワーストかもしれない、59、うん、実はコンペっていうのはですね、そんな59を叩いた方にも賞に入れるというのが嬉しい特典となってます。ブービー賞な。違うんだよ。シンペリアって言って隠しホールがあるから、叩いたホールがはまればハンデっていうものがついてですね、なんと1位になる可能性もあります。なんでまだ100切りも優勝も諦めずに後半頑張りましょう。優勝目指せって言い出したよこの人。シャンクしてる。シャンクしてる。うわ、隣にナイスオン。強いか。ボギー、うん、ナイスボギー。いいね。ありがとうございます。回っちゃう今日やっぱ腰が。バンカー。はい、残り100ヤードで52度で打ちます。ボールが浮いてるので多分打ちやすい。あー、もういいじゃん。でもナイスショ、うん、あれ、あ、手前だ。スーパッて。あれは何ですか？このイベントホールはピンが3つある。ピンが3つある、はい、カップも3つあるの。カップも3つあるんで、もしミスっても近い方を狙ってくださいって言ってました。カップは1つ。カップも3つです。ティーショット打ったらカップ1つでしょ。3つです。3つあるの、はい、だからパターも3つ。右のピンに乗った、だからスライスが好きな人はスライスラインのカップ狙えばいいし、マジか、下りが好きな人は下り打てばいいし、上りが好きな人は上り打てばいいしって感じですね。無難なのはでもあの真ん中の手前のピンが無難なのかなと思うんですが。ニアピンとかじゃないですよね。ニアピンじゃないです。ただの面白ホールですよね。面白ホールです、はい、乗せるぞ。弱い弱い、球見てない。お、超えたー。生きてる。はい、わー、もったいない。もうめっちゃ良かったのに。ショックかも。
どこも狙える。どれも狙える。ちょっとフックだと。そうだよね。どうだ。切れた。あ、いいんじゃない。そう、あれ、知っちゃいました。おお、うまい。ナイスだ。すごい、全然違うところで。嘘、思ったとき違う。いろんなコンペに出られてると思うんですが、はい、コンペのいいとこを伝えるとしたら何ですかね。でも好きなゴルフをこう一緒に楽しめるっていう仲間が増える、うん、そうですよね、うん、一番はやっぱゴルフ仲間が増えることですよね。そう、結構やっぱりその関東でゴルフするとへー、意外とあの近場に住んでまた今度行きましょうよみたいな感じになったりも。そうそう、なんかコンペで友達になって、それからあの一緒に女子だけで集まって回ったりとか。あ、女性はそうかもしれないですね。なんか男性のね、うんうん、やるスポーツだから。そう、女子でなんか動ける女の子がいると、うん、ゴルフ仲間がラッキー増える。貴重な、そう、仲間を増やせる、増やせる場です、うん。はい、球は綺麗に浮いています。残り175ヤード。僕のアイアン、これ6番なんですけど、だいたい165から170。あー、力入れちゃったね。安全なとこ、うん、真ん中のバンカーの右です。いいね、はい、打ちやすい。あれ、左ちょっと、までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。